こんにちは、体の間10万円勝負です。今日は2020年の12月20日、4時間近く過ぎてしまいましたけども見ていきたいと思います。現在の間コインの値段は、17.16 円ですね。はい、この15分足をねちょっと長めに3日間4日間ぐらい見てみましたけど、1回ねこの18円ぐらいまで上がってからこう、ね、だんだんこう収束している感じが、面白いですよね。これがまあ月曜日になってどんな風に動いていくかなというところですね。冷やしで見てみます。はい、これ最安値のところがね、上がってきて、戻って、もんで上がってきて、ここで今もんでるところ。で、今見たのは、ここの先っぽです、ここの先っぽ。はい、ですのでね、まあ、次、ここからね、上ボンと乗っけてくるかどうかっていうところがね、ちょっとこれからの見どころじゃないかなと思いますね。あともう10日ですもんね、今年はね、はい、だから最終日大晦日をどんな値段で超えるのかというところがちょっと楽しみですね。はい、今日日曜日なのであまりねちょっと注目するような話が出てこなかったなという印象ですけども、チャールさんのツイートがありましたね。イーロン just proved my recent point about Gates vs him ということで、イーロン・マスクとゲイツを比べたコメントがあったんですかね。はい。Pay attention future entrepreneur ということで、まあ将来の、なんだろう、開発というか、何ですかね、これって、なんか、なんか事業やる人こうやって呼びますよね。はい。で、この内容が、この女性の方がちょっと知り出しているので、ちょっと誘惑している感じですかね。だけど、この方が、Me trying to live normal productive life ということで、ちゃんとね、生産性のある普通の生活をしていくんだ、みたいなに誓っているような感じですかね。まあ、おそらく男性だと思いますけど、というような感じ。ちょっと風刺画みたいなやつをね、しかも英語をちょっと理解するのってなかなか私にとって難しいんですけど、そんな感じだと思いますね。はい、でリツイートではないんですけど、カルダニアさんも似たようなことを言っていて、イーロン・マスクは doesn't need Bitcoin since he is able to create values ということですよね。イーロン・マスクはビットコインなんか必要としないと。なぜかというと、彼はちゃんとは書いてないか、create values、価値をね、作っているので、ビットコインのようなものいらないよと。まあ、案にビットコインはね、上がっているだけだということで、そんなに価値が、ビットコインそのものの価値をね、よりもこっちの、まあ、実物の価値のある、まあ、実物とは限らないですけどね、価値を作っていくんだという方を、まあ、尊重していくという感じですかね。カドニーズビルトプロバイド、ちょっと日本語にしてみますね。イーロン・マスクはビットコイン必要としません。彼は価値を創造できるからです。彼の世界中の全ての人々に価値を創造する際の努力に対して公正な報酬を得る可能性を提供するために構築されています。イーロンの前に買うことではありません。それを世界を許することですと。Crypto is not about buying before Elon. It is about making the world better と。まあ、イーロンの前に、クリプトを買うのが大事じゃなくて、まあ、世界を良くすることが大事だよということですかね。はい、でイーロン・マスクさんもビットコイン is my safe word と。Just kidding, who needs safe word anyway と。まあこれをね、どうやって訳したらいいのか分かんないんですけど、まあここが発端ですかね。はい。ということで、ここのスレッドをね、ちょっと見てたんですけど、一個面白いのがありました。はい、このJFUさんという方のね、投稿なんですけど、イーロン・マスクさんとチャールズ・ホスキンソンさんが一緒にいるところですね。はい。で、まあ、チャールズさんのこの雰囲気を見ると、だいぶ若い時ですよね、これね。おそらく。だから、まず、まだテスラの株が上がるとか、そういうもっと前だと思いますよ。あの大きい工場を作ってる時とかね。これから量産するぞぐらいの話だと思うんですけど、すごい、写真かなと思ってね、ちょっと取り上げました。はい、私はね、まあいいか、ちょっとテスラの株をね、上がる前に手放しちゃったんで、すごい残念なんですけど、だからね、体のね、もう死んでも離さないぞみたいな感覚でいるんですけど、まあそれはちょっと話が逸れましたが、はい、でもこれ、すごい写真だと思いますね。はい、
はい、次にですね、このアレクサンドラさんですけど、ファッチやピックとどっちを取りますかということですね。1ビットコインと、14万エイダ、14万エイダっていうことは、10円だと、まあ大体同じ値段で揃えたってことですかね。はい、どちらにしますかね。まあ短期、どうだろうな、ここ数ヶ月単位なら上行っちゃうかもしれないですね。はい、まあ半年1年以上だと、中長期なら下、短期なら上、まあね、今までの最高値超えたばっかなので、でちょっと落ち着いてまた200万ぐらい戻ってくるかもしれませんけど、もう1回ぐらいはね、まあ半年1年ぐらいは上がっていく、ビットコインの上げの方が大きいかもしれないなっていう気がしますね。はい、でも基本こっちですね。はい、ポチスも忘れましたね。ピチッ、はい、エイダの方が、まあまあエイダのコミュニティでやってますからね、これくらいの差が出るけど、まあ世間で見たら当然上の方行くと思いますね。はい、だから世間一般とこのコミュニティでのこの違いはね、ちょっと比べてみたいなという気がしますね。はい、次にユータさんですけど、IOG の、最後の習字開発報告、5年間業界一のハードの開発を大変ありがとうございました。まあ確かにそうですよね、やっとね花開いてきたという感じですよね。去年の、今頃テストネットが始まって、あ、ステーキングってこういうもんだなと、エイダがね年利で、僕はね 9% 増えますよぐらいで聞いてたような気がするんですけど、ああこんぐらいで増えて、こんな感じでねステーキングで増えていくんだっていうのを認識できて、それからちょうど1年経ったという感じですね、私の感覚ですと。はい、でそれがもうね、ここ数ヶ月のいろんな提携とか、ステーキング8月からのステーキングとか、で本当にね、なんていうんですかね、実感できましたよね、本当にね。はい、で、ありがとうございましたと、来年も引き続きよろしくお願いします、本当にお願いしますですね。はい、で中身が書いてあります。で私ここの週刊アップデートに触れることがね毎週出てたんでしょうけど、中がね、すごい技術的なので、触れなかったんですけど、今日はちょっと見ていきたいと思います。はい、カルドのロードマップのページです。週刊技術レポート12月18日、今週の更新情報と今年最後の技術レポートとなります。新年初回レポートは、21年1月8日を予定していますということですね。まあグローバル企業なんでね、しっかり、クリスマスから、年明けまで休暇を取るということですよね。はい、あ、まあでも18、8日予定ということはもうちょっと早く仕事を始めするのか。まあいずれにしてもクリスマスが、お正月よりねちょっとメインになってる感じなんでしょうね。はい、で中は読みませんけども、ダイダロスですね、アドレスティア、ネットワーキング、デボップス、カルダの分散化ということで、あとゴーギーか、はい、ゴーギーのところだけちょっと読んでみますね。これからなんで、ブルータスチームはロールトークの作成および配布に取り組むとともに静的解析をサポートするイサベル証明のさらなる使用を実装しました。マーローチームはセーブアスのボタンの再デザインを含むマーローフロントエンドモータル要素の更新を継続し、アクタスのクイックチェックジェネレーターを一部更新しました。現在はクリエイティブチームとともにブランディング及びユーザーインターフェースのロールアウトプログラムに取り組んでいますということでね、やっぱりちょっと技術的なので、ここだと本当に棒読みに私の場合になってしまうのでね、ちょっと技術的なところまで掘り下げた説明がねできなくて申し訳ませんけど、まあちょっと表面的な感じですけど、まあどっちかっていうと、もうちょっとどうだろうな、技術的なところはちょっと追いきれないところがあるので、おそらくちょっとね、まあどっちかというと実社会の方の展開とかね、値段と、まあこのシェリーのステーキングのあたりがメインにこれからもなっていくと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、では値段に戻りたいと思います。はい、17.07 円ですね。14,912.9×17.07 で元本が10万円ですので、13万9200円のプラスということになります。
139.3%のプラスですね。ありがとうございます。